こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は何の話をしてくれるのかしら。今回話していくのは、こちら。日本海軍の陸上偵察機、98式陸上偵察機、だぜ。98式陸艇、ってことは、後の月光にあたる、2式陸艇、の先代にあたる機体よね。まさかそんな機体があったとは。98式陸艇自体、決して知名度の高い機体ではないし、最もな感想かもな。ところが、そのイメージとは裏腹に。冷戦の初陣、敵機27機撃墜、非撃墜ゼロ、を演出したり。プリンス・オブ・ウェールズ、レパルスの撃沈にも貢献。さらに、あろうことか、自力で B-17 を撃墜するなど。戦略、戦術上の歴史的な現場に多く立ち会った機体でもあったりするぜ。名だたる戦かね。さらに、その生い立ちにも迫ってみると。海軍の枠には収まらない、非常に面白い機体だったりもするぜ。なんだかとんでもない話になってるわね。そうやって言われると嫌でも気になるし、早速始めてもらってもいいかしら。わかったぜ。ということで、今回も機体の概要から順に見させてもらうと。98式陸上偵察機は、日本海軍の陸上偵察機の一つで。機体規模としては、最初の11型が、全長 8.7 メートル、全幅12メートル、全高 3.46 メートル、機体重量1605キロ、搭載量592キロ、全備重量2197キロ、というような感じ。当時、偵察任務を担っていた、97式1号艦艇と比較してみると、97式1号艦艇の機体規模としては、全長 10.3 メートル、全幅 15.518 メートル、全高 3.7 メートル、機体重量2105キロ、搭載量1544キロ、全備重量3650キロ、という感じになっていたぜ。こうやって見ると、明らかに98式陸艇の方が小さいわね。特に、搭載量に注目すると、実に1000キロも違い。このあたりからも、おまけで偵察ができる、観光、と。鼻から偵察しか考えていない、陸艇、の違いがよくわかると思うぜ。こんなにも違うのね。機体性能に注目すると、その違いはさらに顕著で。98式陸艇11型の機体性能は、最大速度、高度4280メートルで253ノット、469.1 キロ。上昇力、高度3000メートルまで4分51秒。上昇限界、高度8230メートル。航続距離、630海里、1167キロ。だったのに対し、97式1号艦艇は、最大速度、高度2380メートルで189ノット、350キロ。上昇力、高度3000メートルまで7分55秒。上昇限界、高度7560メートル。航続距離、661海里、1124キロ。という感じ。見ての通り、最大速度、上昇力に関して、比べ物にならないほどの違いがあったぜ。さすが陸艇、機動力が段違いね。ただ、その性能は徹底的な減量によって裏打ちされたものでもあり。搭載武装は、7.7 ミリ旋回機銃、1門のみ。97式艦艇の、7.7 ミリ旋回機銃1門、爆雷装800キロとは、比較する方が間違ってる気がするな。攻撃が専門の艦艇と、逃げるのが専門の陸艇。こうやって見ると全然違った機体ね。むしろ、よく97艦艇に偵察任務を任せてた、とさえ思えるんだが。この違和感こそ、98式陸艇の生い立ちとも関わってくるんで。そのあたり含めて、見ていくとするか。お願いするわ。ということで、早速始めさせてもらうと。98式陸艇が調達されるきっかけとなったのは、昭和12年。支那事変が勃発したことにある、と言われていて。昭和12年当時の、海軍での偵察機開発動向を見てみると。洋上偵察が可能な、水艇、飛行艇の開発は意欲的に行っていたんだが。これに対し、艦艇に関する開発はどちらかといえば下火で。空母においては、格納庫サイズの制限などから。基本的に、艦艇を偵察に転用する、という方針が取られていたぜ。合理化、という意味では筋は通ってるわよね。ところが、いざ支那事変が勃発すると、戦場は大陸の中へと引き込まれていき。これの偵察は水蒸気では困難。一応、艦上機として、97式艦上偵察機、なるものが正式化されてはいたんだけど、その生産機数は、わずかに気止まり。もちろん、貴重な新鋭偵察機だったため、最前線の第12航空隊に配備されたわけなんだが、
性能、機数ともに、満足のいくものではなかったぜ。想定と違う戦場に引っ張り出されたら、こうもなるわね。この、偵察機不足、お差し当たりなんとかしなければならなかった海軍は、民間機に注目し、朝日新聞社が報道連絡用に使用していた、神風号、と、朝風号、を挑発。神風号の配備部隊はちょっとよくわからなかったんだけど、朝風号については、97艦艇と同じ、12空に配備され、偵察任務に従事することになるぜ。挑発される方にはちょっと同情するわね。なんなら、シナ事変勃発直後、昭和12年7月から9月まで、両機は陸軍が挑発していて、陸軍が手放したのと同時に、海軍が挑発。海軍での使用は、代替機である、セバスキー陸上複座戦闘機、が到着するまで続いたようで、これが確かだとすると、昭和13年9月までの1年間にわたり、海軍の手によって運用されていたことになるぜ。やりたい放題ね。海軍がこれらの機体にここまで固執した理由は非常に単純で、神風、朝風、の段階ですでにお察しの方もいるかもしれないけど、両機の正体は、民間に払い下げられた、97式司令部偵察機、であり、神風号に関しては、東京、ロンドン間の連絡飛行で国際記録を樹立した、そのものだったぜ。そういうこと。そりゃ、海軍が性能に惚れ込むわけね。ましてや、陸上偵察に適した機体がない、となればなおさらで。海軍がそんなことを考えていた裏では、97式指定の性能向上型の開発も開始されていて、改良型である、97式2型司令部偵察機に相当する機体が、昭和13年6月に完成。この機体は、発動機を、H8 から、H26-1に換装し、機体についても部分的な改造を行ったものだったらしいんだけど、シナ事変で、97式指定の性能を見せつけられた海軍は、この機体を海軍でも使用できないか、と画策するぜ。陸軍機を有用してしまおう、と。97式指定の設計が三菱でよかったわね。その後、海軍は陸軍に頼み込み、97式指定の転用を認めてもらうと、三菱に対し、発動機と機装の一部を海軍仕様に改めた97式指定の製作を指示するぜ。え、海軍が陸軍に頭を下げた。そんなに驚かなくても。でも、頭を下げてまで欲しかった、というのは本当みたいで。この交渉が決裂した場合か、何らかの理由で運用できなかった場合に備え、愛知に対して、13式高速陸上偵察機の開発を指示。この機体は、97式指定改造機が、98式陸艇として正式化されたことにより、昭和14年3月で開発中止にはなっちゃったんだけど、このあたりからも、海軍の本気度が伺えるんじゃないかと思うぜ。どう転んでも陸艇は確保したかったのね。まあ、そんな13式高速陸艇についてはともかく、三菱で開発された海軍向けの97式指定に注目していこうと思うんだが、まず、大きな改造としては、搭載発動機が陸軍の H26-1、海軍の随性14型相当、離小850馬力、高度3600メートルで900馬力から、随性12型、離小780馬力、高度3600メートルで875馬力。というようなものに換装されていたことが挙げられるぜ。低出力な発動機に換装されることなんてあるのね。そうだな。この換装の理由を探るため、随性の各型式における特徴を見てみると、11型は言うまでもなく、基本型の随性に相当し、これは便宜上、低空用、なんて言われることもあるけど、文字通り、随性の基本となる型式。で、98式陸艇に搭載された、12型は、11型の下級機を変更したもので、これは11型と比較して、航空用、と説明されることが多く、一足交渉が高高度化するなど、高高度での出力に優れていたぜ。ほう。これに続く、13型は、12型をベースにしたもので、12型に、低速プロペラ超速機と、機銃カムを追加。個人的に、超速機は1、2型の段階で装備されていた、と思うんだけど。どちらにせよ、プロペラ同軸機銃が搭載可能なのが特徴で。改造箇所が改造箇所のため、性能自体は1、2型と完全に同一だった、と言われているぜ。陸艇なら同調装置は不要ね。そして、問題の、1、4型、なんだが。これは、A14 の高圧型、と説明されることもあるんだけど、その真偽は不明。どちらにせよ、陸軍の、H26-1に相当する発動機で、1号型が、H26-2に相当。
ちなみに、陸軍の資料、救急式900馬力発動機によれば、は26の2は、与圧機内のプロペラ系を230ミリから260ミリに拡張しただけであり、それ以外の構造に大差はなかった、とされているぜ。なるほど。これだけ見ても、1、2型が採用された理由はいまいちわかんないと思うけど、それぞれの重量に注目してみると、1、1型、542キロ、1、2型、542キロ、1、3型、546キロ、1、4型、526キロ、1、5型、526キロ、となっており、1、3型以前、と、1、4型以降、で、重量に明らかな違いがあったぜ。16キロ以上の違い、ってのは確かに何かありそうね。そのあたりから、両者には構造に何らかの違いがあり、それが原因の一つとなって、低馬力の1、2型に換装された、と考えるのが妥当な気がするな。慣れない発動機をあまり採用したくない気持ちはわかるわね。これに対し、97式指定と98式陸艇の機体重量を比較してみると、97式指定2型が、機体重量1592キロだったのに対し、98式陸艇は、1605キロで、その差わずか13キロ。それだけ改造は限定的であり、このあたりから、海軍は、97式指定そのものが欲しかった、ってのが伺えると思うぜ。機体重量の 1% 未満の違いしかない、ってすごいわね。しかし、性能については少し注意が必要で、海軍の記録によると、98式陸艇の性能はこんな感じだったものの、陸軍の記録によれば、97式指定2型は、最大速度、高度4300メートルで511キロ、上昇力、高度3000メートルまで4分5秒、上昇限界、高度11940メートル、航続距離、2234キロ、こんな感じだったぜ。これじゃまるでモンキーモデルじゃない。ここからは一部想像も含むから、話半分に聞いてほしいんだけど、海軍側の記録はすべて、正規全備状態の性能値で、陸軍側の記録はこれより制約の緩い、ひょっとしたら経過状態での性能値だったんじゃないか、と思うぜ。その証拠、というほどのものでもないけど、同一機の最大速度は、測定高度が同じなら、機体重量分の発動機出力の3分の1乗、に比例するはずで、これに基づいて、すでにわかってる、双方の最大速度、発動機出力、98式陸艇の全備重量、から、97式指定2型での、最大速度測定時の重量を推定すると、1670キロ、となり、同機の機体重量が、1592キロだから、これに極めて近い値になるぜ。おお、搭載量78キロ、というと、操縦手のみで本当にギリギリな気もするけど、実際には、97式指定の測定時における重量の方が大幅に軽いから、主翼向かい角を大きく取る必要がなく。だとすると、今回は加味しなかった、航力係数の減少、があるはずだから、測定時の重量は、これよりもう少し重いくらいだったんじゃないかな、と。そう言われるとそんな気がしてくるわね。ちなみに、航続距離については、98式陸艇が97式指定の約半分になってるけど、98式陸艇、97式指定ともに、燃料搭載量は、常備、正規で約400リットルだったのに対し、燃料満載、かかで800リットルだったことがわかっているから、98式陸艇は、正規全備状態での航続力、97式指定は、燃料満載での航続力、と考えればそれほど違和感はないと思うぜ。ほとんど同じ機体なのに、比較にここまで手こずるとはね。どこまで行っても陸海軍、って感じだな。ちなみに、97式指定のせいで遅く見えてしまう、98式陸艇なんだが、98式陸艇の審査当時、海軍の保有した機体の中で最も速い機体は、おそらく、96式4号艦船で、こちらの最大速度が、高度3000メートルにて235ノット、435.2キロ、だったから、98式陸艇はこれを30キロ以上もぶっちぎって、海軍最速機に躍り出たぜ。海軍側記録でこれだものね。海軍最速機が元陸軍機ってのは、海軍からしたら悔しいことこの上なかったと思うんだけど、この、海軍最速機をめぐる動向に注目すると、昭和14年4月、98式陸艇を抑え、新たな最速機に躍り出たのが、12式艦船試作1号機で、98式陸艇とほぼ同じ、随性13型を搭載して、275ノット、509キロを記録。今更言うまでもないだろうけど、12式艦船は冷戦の原型にあたる機体であり、
こうして、海軍最速を海軍機が奪還することになったぜ。やっぱり冷戦は偉大だったのね。だな。しかし、98式陸艇も、審査当時は間違いなく圧倒的速度をマーク。元の97式指定が速力第一で設計されていたため、それも不思議ではなかったんだが、その代償として、陸軍ですら、前方視界不良、や、離着陸性能に難がある、という評価を下しており、この他にも、失速特性の悪さ、なんて課題も抱えていたぜ。さすがに無理はしてるわね。ところが、背に腹は変えられぬ、ということで、海軍はこれらの性能に目をつむり、昭和14年11月17日、98式陸上偵察機、として正式化を行ったぜ。陸軍ですら問題視していた離着陸性能を見なかったことにするとは、本当に替えの利かない機体だったのね。大陸が大騒ぎになっている以上、悠長にしてる暇はなかったんだろうな。また、そんな状況だったため、製造は正式化に先んじて行われていたようで、正式化の1年以上前の昭和13年より生産を開始。最終的に20機が生産されたことがわかっているぜ。ここまでして正式化した割には生産機数が少ないわね。その理由はいくつかあるんだろうけど。一つは運用方法の特殊性であり、最大速度に全性能を振ったこの機体は特殊偵察と連絡飛行が主任務であった。というのが一つ。そしてもう一つが改良型の存在で、12式艦船に代表されるように、航空機は高速化の一途をたどっており、それに合わせる形で、98式陸艇も強化されることになったぜ。正式化早々に改良とは、なんだか忙しいわね。この改造がどういった経緯で行われたのかは、いまいちはっきりしない部分があるものの、発動機が、三菱の随性から、中島の境に換装されているため、海軍の指示で行われた、と見るのが妥当なような気がするな。中島製発動機に変えられてるなら、そんな気がするわね。この改造により、随性搭載機が、98式陸上偵察機11型、栄搭載機が、98式陸上偵察機12型、と、呼び分けられるようになるんだけど、両機について簡単に比較してみると、こちらの改造でも、機体寸法については一切いじられておらず、11型、12型で機体の寸法は完全に同一。重量周りについては、11型がこんな感じだったのに対し、12型では、機体重量、1715キロ、搭載量、630キロ、全備重量、2345キロに増加していたぜ。さすがにパワーを感じるわね。続いて機体性能についても見てみると、11型の性能は、何度も見てきたように、こんな感じ。これに対し、12型では、最大速度、高度4550メートルで263ノット、487キロ。と、ちょうど10ノット増加。上昇力、同じく3000メートルまで3分58秒。上昇限界、高度9580メートル。航続力、600海里、1111キロ。という感じ。随性から、高出力の境に換装されただけのことはあり。重量は増加していながら、最大速度、上昇力は改善していることがわかるな。でも、航続力は減少した、と。そうだな。随性と栄だと、栄の方が低燃費、と言われることが多いけど、巡航状態だと燃費はどっこいだった、とか。当時、栄は完成したばかりだったため、混合比が完全に合理化されていなかった、という話もあり。あとは単純に、機体の重量増加など、これらの要因により、相対的に航続距離は減少してしまったみたいだな。なるほど。航続距離の減少も、最大速度が18キロ上がる、と思えばやむなしね。ちなみに、ここまでやんわり、栄、と呼称してきたけど、厳密な型式としては、栄12型、が搭載されており、出力としては、離床940馬力、一足交渉、高度4200メートルで950馬力、という感じ。随性12型から、1割程度の出力アップがあったみたいだな。どっちも、小型、の発動機だし、そんなもんかしらね。サイズ的には似たような発動機だけど、感想による外見上の違いもいくつかあり。一つは、プロペラ形状で。11型で、直径 2.9 メートルだったプロペラが、12型では、2.95 メートルに拡大。枚数についても、2から3種に変更されていて。これが外見上の大きな違いとなっていたぜ。西と三市じゃ、見間違いようがないわね。さらに、容器には、固定ピッチか低速か変ピッチか、という、外見上からは判断しづらい、非常に大きな違いがあり、
これにより、1・2型では、各高度域で高いプロペラ効率を実現。機体の性格を鑑みるに、97式指定、98式陸艇1・1型では、最大速度付近で効率的なピッチが選択されていた、と考える方が自然だろうから。低速可変ピッチプロペラの採用により、失速特性の悪さにも一定の効果があったんじゃないかと思うぜ。やっぱり低速可変ピッチがあってなんぼね。特徴が特徴だけに、その重要性は一段だろうな。あと、11型では、カウリング下には特に何も装備されず、辛い位置になっていたのに対し、1・2型では、空気取り入れ口が設けられていた、とされていて。これは、冷戦2・1型や、はやぶさ1型、救急式双発軽爆1型、といった、栄1・2型を搭載した他の機体にも見られる特徴で。こんなところからも、栄1・2型搭載機であることが伺えるぜ。ほう。この他にも、水平尾翼上にバランスウェイトのようなものが増設されていて、これも外見上の微妙な違いに。さらに、97式指定で横開きになっていた風防は、前後のスライド式に改められていたようで、どことなく、日本機らしさ、が増しているような印象を受けるな。確かに、日本機に横開きのイメージはあまりないものね。だよな。ともあれ、こうして完成した98式陸艇改造機。昭和16年7月3日には、内兵令第54号により、栄装備機を、98式陸上偵察機1・2型、として正式化。これに合わせて、随性装備機は、98式陸上偵察機1・1型、と改称されたみたいなんだけど、1・2型の製造も、正式化を待たず、昭和15年からどんどん行われていたようで、最終的な生産機数としては、1・1型、20機、1・2型、30機、の、計50機を計上。一方、97式指定の生産機数は、全型式合わせて437機であり、これと比べると、生産機数は少なくなっていたぜ。納得ではあるわね。生産機数が少ないとはいえ、こうして量産された98式陸上偵察機。これらの機体が真っ先に配備されたのは、やはり、大陸に配備されていた、12空、13空といった部隊で、大陸での偵察任務などに従事するぜ。あれだけの高速機となると、心強かったでしょうね。そしてこれ以降、大陸と太平洋で数々の戦果を上げるようになるわけだけど、それについて一つ一つ挙げていくと、とてもキリがないから、歴史に残るような代表的なものについてだけ、かいつまんで紹介させてもらうと、その一つ目が、重慶攻撃で挙げられた、誰もが知る、あの戦果、だったぜ。あの戦果、この戦果が挙げられたのは、昭和15年9月13日。重慶でこの日付、といえば勘の言い方はわかるかもしれないけど、これは、冷戦が初戦果を挙げた日、に他ならず、冒頭に紹介した、振動体以下、13機の冷戦が、敵機27機を撃墜し、非撃墜ゼロを記録。歴史に残る、華々しいデビューを飾ったわけなんだが、この戦果をお膳立てしたのこそ、98式陸艇だったぜ。というと、こちらの、第35回重慶攻撃戦闘商法を見てみると、戦闘機体に割かれていた兵力は、零式艦船全力と陸艇1の2つで、前者が振動体以下13機の零戦、後者が1機の98式陸艇であり、資料下側に示されているように、98式陸艇は重慶まで零戦の誘導を行ったぜ。短座の艦船じゃ、さすがに長距離進行は厳しいわよね。陸艇としては、誘導だけでも十分な活躍、と見れるんだろうけど、98式陸艇の活躍はこれだけにとどまらず、当時、中国の戦闘機は、日本の戦闘機との戦闘を避けるため、日本機が襲来した時には身を隠し、撤退してから出てくることで、あたかも追い払っているように装っていた。というのは割と有名な話だと思うけど、これのせいで、冷戦は何度か戦闘機会を逃しており、この時の攻撃では、これを出し抜くため、戦闘機体は攻撃隊に合わせて、一度撤退したふりをし、敵機が現れたところで反転し、攻撃を仕掛ける、という作戦になっていたぜ。そういえばそうだったわね。98式陸艇は、この作戦に合わせ、13時35分の、戦闘機体、攻撃隊の撤退後も、重慶上空に残り、偵察を継続。すると、わずか10分後には敵戦闘機を確認し、13時45分、A 区、戦闘機30機、右旋回中。13時50分、B 区、戦闘機30機、左旋回中、と立て続けに発進。冷戦13機は、この報告を受けるとすぐさま反転し、敵戦闘機がいる空域に急行。
そして、極めつけは、空戦開始約5分前の、13時55分。ピーク、戦闘機27機、高度5000メートル、左旋回中、を打電しているぜ。98式陸艇のおかげで、敵情が丸裸ね。この情報をもとに、米戦隊は有利な体制を整え、高度6500メートルからの攻撃に成功。やはり、敵の規模、位置、高度がこれだけ詳細に分かったことは、あの華々しい初戦果を上げる、大きな要因になってるんじゃないかと思うぜ。間違いなくそうね。さらに、太平洋戦争に突入しても、98式陸艇は前線で使用され続け、大戦初期には、第南航空隊、第3航空隊、第6航空隊など、各部隊に配備。このうち、第3航空隊は、高雄海軍航空隊と合わせて、第23航空戦隊を編成していて、増派の、山田部隊、として、98式陸艇もマレー作戦に従事したぜ。開戦直後の重要作戦ね。さらに、この作戦において重要となるのが、海軍がマレー作戦に割いていた、金剛、榛名、高雄、愛宕を根幹とする部隊では、最新鋭のプリンス・オブ・ウェールズと4つに組んで殴り合うのは難しい、と考えられていたことで、英東洋艦隊主力の所在は、最重要事項の一つに分類されたぜ。そんな中、開戦当日の昭和16年12月8日、山田部隊の98式陸艇が、シンガポールにて、戦艦に、巡洋艦4、駆逐艦4、を発見。これこそが、プリンス・オブ・ウェールズ、レパルスを主軸とする部隊であり、東洋艦隊主力発見の第一報を報じたぜ。増派でも、めちゃめちゃいい仕事するわね。さらに、歴史の転換点となるマレー沖海戦においても、陸艇2機が投入され、偵察を実施。海戦の結果については言わずもがな、プリンス・オブ・ウェールズ、レパルスの撃沈、であり、陸軍の上陸部隊、海軍の南方部隊を守りつつ、航空機のみで東洋艦隊主力を仕留める、という、歴史的かつ、難しい作戦を成功に導くことに貢献していたぜ。こうなってくると、もはや、偵察先が陸だろうが海だろうが関係ないわね。そして、最後は、マレー沖海戦、というような、戦略を左右するタイプの戦果ではないんだけど、戦術的側面から歴史に残る戦果として、B-17 の撃墜戦果、があるぜ。冒頭にも言ってたけど、何度聞いても意味がわからないわね。この撃墜記録を挙げたのは、ラバウルの夜の王者、との異名を持つ、工藤重利少尉。こちらの画像がまさに、工藤少尉と98式陸艇のツーショットになるんだが、工藤少尉の配属されていた台南空は、昭和17年4月16日よりラバウルに進出。配備当時、台南空の定数は、戦闘機45、陸艇6、とされていて、これらを用いて、B-17 や B-26 の揚撃に当たることになったぜ。こんな頃から悩まされてたのね。まあ、爆撃の被害自体は決して大きくなかった、と言われているけど。それでも、高高度だったり夜間だったりに侵入してくる重爆の揚撃は困難であり、ほとんど非武装の98式陸艇では、どうにもならなかったことから、この機体は、3号爆弾を用いた揚撃に用いられていたぜ。まさかの3号爆弾。そして、昭和17年8月。工藤少尉はいつものように、98式陸艇に3号爆弾を装備して揚撃に上がり、B-17 の8機編隊を攻撃。3号爆弾を投下すると、見事に的中で炸裂。B-17 2機撃墜の戦果を上げるぜ。3号爆弾で、しかも2機?さらに言うと、工藤少尉はその後、2式陸艇に機種変更していて、機種変更後にも、たった2ヶ月弱で7機撃墜を記録。王者、も納得の、とんでもない腕前であったことは想像に難くないな。しかしまあ、98式陸艇の方に注目すると、工藤少尉の機種変更が物語るように、昭和17年ともなると、さすがに旧式の艦が否めなくなり、それまで98式陸艇が行っていた長距離偵察は、2式陸艇や彩雲にバトンタッチ。激動の時代にあって、海軍を陰で支えたこの機体は、こうして、大戦中盤以降、徐々に前線から退くことになったぜ。98式陸上偵察機の話は楽しんでもらえたか?すごく面白かったわ。元陸軍機の海軍機、ってだけでも珍しいのに。それが海軍最速を誇ったり、重要な作戦で投入されていたり、と。エピソードには事欠かない機体だったわね。そうだな。戦闘機や爆撃機なんかと比べると決して派手な部類の機体ではないけど、間違いなく当時の海軍にとって必要不可欠な機体だったのが伺えるな。ほんとね。ということで今回はこのあたりにしておくか。
わかったわ。それじゃあ次回まで。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価をお願いします。今後とも更新を続けていこうと思いますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。